さあやっていきましょう。野球もきもしも清宮が焼きつくとかもきつくと言いましたな。もしも清宮が4番でスタメンで全試合出場したらどうなるのかシリーズのパート何本か忘れましたが、10月前半号ですね。いやもうハムの話題はいいね、言わなくていいね。ハムの話題と清宮の話題は言わなくていいね。昨日の試合は川野が爆発、一回持たずの爆発炎上ぶりで、もう語ることは何もない。今年のハムはダメだな。まあまだ最下位ってことはなさそう。最下位になるよりは3位4位になる可能性の方が残してるけど、まあ5位をひた走ってますわね。おマジック2が点灯しました。どうしよう、次の試合見る？勝つよこれ。勝ったら終わるな。じゃあ見ますか、この試合9月分ですけど見ますか。シューミンチェ対関根ちょっといつもとね流れ違いますけど、まあ優勝するシーン見たいんでね、見ましょう。駆け足でね。清宮もまあちょっと打ち出したし、なんならワンボーロムとかも、ハムで言えばね、ハムで言えばワンボーロムとかも2本ヒット打ったりしてね、2本ヒットや2本ホームラン打ったりしてね、ちょっと調子を上げつつあるんだけどね。今それにしても遅すぎたな、清宮。まあでも6本だよ、6本で1割首4厘だからね、今の成績も。ちょっとねやっぱ期待してる選手が期待通りの活躍をしないと、期待をちょっとでも叶えてくれるの活躍をしてくれないと厳しいものがありますね。今年のハムは弱かった。投手陣かな、一番はね。投手陣なのかな。あんまり今年見てないんだよね、実はね。見れてない。なかなかハムの試合を見れてない。投げました。キャッチャー後逸。もうこれ勝ったでしょ。ほぼ真上に上がった。キャッチャーフライです。キャッチャー誰だろうな。さあこの対決はどうなるか。新庄投げました。空振り。貝塚かな、この顔は。違ったかな。サードを牽制します。サードは玉野だな。あれセーブあんまりやらないっけ、あんまり見ないって。セーブ戦外野フライか。まあ犠牲フライには十分だ、うん、1点先制。川野なんだっけ、今日見たのドラ1の川野だよ、日ハムのね。今日爆発炎上して、今日ってか昨日かな、うん、最後の2アウトまでは割と簡単に取って、最初のバッターソフトバンク戦で最初のバッターは誰だっけ、忘れたけど2番3番柳田とかまで抑えて、その後フォアボールで満塁にしてみたいな感じの、そんな風な感じ。いやフォアボールだな、まあ、とにかく3点取られたんだよ。3点取られてでフォアボールで満塁にしたところで降ろされてたけどさ、いやーなんかそれじゃダメだよね、先発ピッチャーがね。せめてストライク入れないと。フォアボールで初回からさ、ランナー貯めてさ、それじゃダメだよな。打たれても。たとえ打たれたとしてもフォアボール与えちゃダメだよ、先発ピッチャーは。三振取るならいいけどね。ノモンみたいにね。田中健介出塁するかもしれないです。いや、でも打率低いな、田中健介は。すごい。ファーストは高木大成ですね。ランナースタート。松井和夫。センターが松井秀喜ってのが面白いな。セーブ。
横澤はな、多分ヒット打つよ、これ。フォアボールか。新庄。さあ、ツーアウト満塁のチャンスで清宮。打率2割3分7厘、21本、64打点。まあ、そんなによくないね、やっぱね。そんなによくないけど、まあ、まあまあだよね。21本打ってるからね。多分 OPS はまあまあ高いよ、これ。ヒットでは？やった！やったね。いいんじゃなくて？いいんじゃなくて？これがやっぱ使い続けるっていうところの魅力だね。ホームランはちゃんと出てるし、打率は低くても、打点はね、上げて、チームの勝ちに貢献するっていう感じで。そういうこと。さあ、金子誠です。もともと打てないタイプのバッターなんですけども。まあ、その、焼き付くないではっていう意味じゃなくてね。そんなに打てないタイプのバッターなんですけども。まあ、ステータス的にはね、もう十分普通にヒット打てるぐらいまでなってるし。このチャンス。フォアボールでもいい。1点入りました。これも勝ったな。勝ったな。最後まで見んでもわかる。これは勝った。野口の打席に期待する必要はないですね。まあ、三振でしょう。振るな。一球振るな。絶対振るな。振るなでよかったかな。関根、どこまで投げさすかな。まあ、防御率とかのことを考えたら、あんまり投げさすのも意味ないかなって思うよね。勝ち投手の権利を取れたらもうそれで十分。走らすときはよかったかな。で、新庄がホームラン。あ、ホームランは出ない。さあ、清宮だ。今日は打ってます。ホームラン狙いましょう。先生です。清宮、対左悪いんだよな。現実の清宮ね。対左悪いんだよ。対左悪いっていうか、左悪いから、左ピッチャーの時変えられてんだよ。それじゃいつまでやっても左ピッチャーは得意にはならんよな。使い方の問題っていうか、まあ、清宮自身の問題だと思うけどな。左バッターは、左ピッチャー打てないかって言ったら、それは変えられるし、打てるようにどっかでならんと。ツーストライク、スリーボール、フルカウント、ペイオフピッチ。ペイオフピッチなんて言う人はいないよ。一人しかいないよ。あの、ギャオラのあの人だけだよ。ギャオラかな。フリーだったかな。イッツゴーンの人。あの人だけだね。わけのわからん。横文字で。適正言語で。野球の用語を語っている人。まあ、フルカウントとかさ。2ストライク3ボールのフルカウントとかさ、和製英語だろうな、言ってしまえば。高木宏樹歩かせてもいいかな。いや、何とも言えないね。打てない方のバッターではある。よし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 。5回抑えたら変えていいな。玉野とかね、サード玉野とかね、この玉野も結構いい感じに、焼きつく内では育つ選手。まあ、大関なんかもちろんいいんだけどね。もちろんいいんだけどね。焼きつく的には相当いいステータスを持って、守備よし、打ってよしっていうね。田中健介今日よく出るな。ファースト牽制
よく出塁するな。もうちょっと高打力鍛えたら普通に上位打線で使いたい選手になって、まあ、来るでしょうね。田中健介ですからね。メジャーリーガーですからね。チャンス、チャンスだけど、まあ、別に点は取らなくてもいいかな。6回裏はもう変えるかな。ピッチャーどうしようかな。調子はいいからな。先で見逃してストライク。またまた牽制。ここの牽制はいらない牽制だな。あ、いや、むしろいる牽制だったか。いや、めっちゃ打つやん。もう9秒の打席見なくていいや。清宮も出塁。でも買えない、でも買えない。稲葉、うん、キャッチャーフライ。買えるか。もう買えよう、もう買えよう。いい防御率のところで買えとこう。間違えたかな、清水じゃなかったかな。清水は次の試合に取っとけばよかったな。はあ、やめた。最近 YouTube 見てたら、バーチャル YouTuber、あ、そう、まあいいか。バーチャル YouTuber のカフっていう人のミュージックビデオというかライブの動画がよく流れててさ。で、まあ、確か VTuber の中で、カフっていう人は、歌うま VTuber として有名だったとは思うんだけど。うん。まあだから気になったから初めて聞いてみたわけね、ミュージックビデオをね。確かに、特徴的な。なんていうかな、ブレスの木、ブレスっていうかな、ハッハッハッみたいな、ハッ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 みたいな、入れ歯のおじいさんみたいな喋る話し方するよね。入れ歯とちょっと違うけどさ、独特の歌い方して、確かにまあうん、まあまあまあ、まあ、確かにねって思うんだけど、確かにねって思うの。すげえこのやつを投げてるな。打ちました。ファール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 。一塁へ送球。あ、セーフです。なんかあれっぽかった、水曜日のカンパネルラっぽかった歌の曲の感じがね、うん、まあなんか中学校とか高校生の時にカフに出会ってたらドハマりしてたかもしれんなって思うな。そういうまあ、あの多感な時期に聞くとね。だから今多感な時期じゃないからそこまで刺さりはしないけど、そういう感じ。VTuber もね、そういうなんかこう、カリスマ性のある人たちが出てきてるなって思うと、ちょっと面白いなと思ったけどね。ちょっと、十分投げました。誰が行こうかな。誰でもいいよ。ちょっと肩慣らしに、肩慣らしに見れば出てくる。いや、まあ、まあ、肩慣らしにバンドを生かそうか。経験大事、経験大事。バンドに経験を積ましておく。まあ、VTuber 界隈ね。2年前くらいに比べると少し、やっぱあの頃はすごかったなってあるけど、まあね、やっぱ二次三次とかホールライブとか、動画税よりも配信税とかが増えてきて、そういうのが、もう自分もどちらかというと動画税とは言いながらゲーム実況してるだけだし、こうやってね、なんかこう、側を使って、俺頑張ってる方だけどな。まだ優勝してないやんけ。背番号18対決進みますか。行きましょう。今回2試合連続で見ることになるな。満足コース、大満足コース。しかしこの松坂との一戦、これで優勝を決めることになるのか。ファイターズ、この試合に勝てばリーグ優勝が決定します。ベンチには緊迫感が漂っています。あ、 VTuber 話してたか。ライオンズ、まもなく試合開始です。まあね、VTuber と言いながらね、動画を上げず雑談と歌とゲームだけをしてるっていうのはちょっと寂しい感じもするよね。だってゲームだけやってる俺も言うのもちょっとあれだけどね、はばかられてるけどね。けどね、
いろんなね、可能性があるとは思うんだよ。まあ、パワーポイントじゃないけどさ、なんか教えるとか絵を描くとかにしてもね、あると思うんだけど、ついついね、雑談メインの生放送みたいなのに流れちゃうっていうのはちょっと残念な感じはしますよね。まずいなぁ、これは。負けるぞ、これ。優勝また見れんぞ。どうする?どうする?優勝これ見れんかったら3試合連続で見るなんて、そんな暴挙は許されんだろう。許されんね。なんとか、なんとか犠牲フライは無理か。うん、新庄の肩を持ってしてもちょっと厳しかったね。西浦、うん、負けかこりゃ。どうしようもないね。ないね。負けた。カットしたいな。試合のシーン。この試合カットしたい。あ、でも優勝?ホークス負けたのね。まあいいや。よし。この前にしよう。ホークス負けたんだ、6号で。はは、なるほどね。まあ、見てよかったか。負けたけど、こういうの嫌だよね。敵地で負けて、相手チームが負けて、マジックがなくなって優勝しましたってやつ。これさ、135試合制じゃない?135試合戦ってゲーム差 0.0 で優勝?マジで?このライブ 2D のモデル、このライブ 2D のアザラシモデルもなんとかしたいよね。このヒゲボーンもなんとかしたいしさ、もうちょっといろんななんか手を動かしたり、メガネがかけれたりさ、できたらいいなって思ったりするよね。これもう残り試合ないんじゃない?135試合で、なんでこれで優勝なの?すごいな。すごいな。多分135試合だと思う。うん。残り試合ゼロで。なんでこれで優勝したの?直接対決では負けてるもんね。すごいな。すごいな。ゲーム差ゼロで優勝とか、まあ荒れるだろうね、ホークスファンは。まあ荒れるだろうね。何これ、マッサージロー。疲労回復が早くなります。自分の立場を考えれば見えてくるはずだ。立山、君は今年全然活躍してないということ、それを忘れているんじゃないのか。立山くん、なんか優勝したみたいだけどって感じだな。なんか優勝したっぽい。5001 5003 5004。あら、1億4。ちょっと待て、1億4持っていきすぎだろ。5000
5005、5006、7005、7004は7005か。だいぶ持っていくようになってきたな、金を。まあ、いろいろ開発してもらいましょう。5ヶ月後か。で、開発済みリリースとかな、発売してる、販売するやつをちょっと選んでいきましょう。こんな感じになってるんで、こっち側は一切売らずに、こっちだけ売るという形にしましょう。いやー、優勝シーンがあんな感じでよかったかな。しかもなんか、しっくりこねえ優勝の瞬間だったな。しかも、そして圧倒的な成績で勝っているわけでもないっていうね。ね。圧倒的な成績。圧倒的な成績って、ほぼ同じだからね。2位のホークスとね。並んだ状態で優勝して、なんでか1位になった。前代未聞だよ。ほんと。まあ、責任はフォークあればやっていける。ガンちゃんどうすりゃいいんだろうな。ガンちゃんはどう育成すれば使い物になるんだ。まあ、スローカーを育ってみるか。まあ、もう秋季キャンプの時期なんで。バンドはそろそろ引退ミーティングね。島田これでいいか。これでいいか。体力とかの方がいいんじゃないか。まあ、ミンでいかろうでしょう。OK。そしたら FA で誰か取りましょう。穴らしい穴もないけど、FA でなんか取りましょう。試合2個見た割には30分で終わるような気がするね。な、怒ってる。うるせえ。気持ちで負けるとする。それが間違いだぞ。日本シリーズいつから始まるんだっけ。めっちゃ怒ってる。これもう、ときメモだったらもう失敗。ときメモだったらもう、最後、エンディングを一人迎えるような状況だね。休みだね。え?ずっと休み?どうしよう。ずっと休みっぽいです。じゃあ今のうちに、なんか買おうかな。練習設備でも。あ、でも高えわ。高えわ。何もかも高えわ。これつけると、球威が上がるんだっけ?パワー系上げたいよね。清宮のパワーを S にしたいよね。まあでも選球眼かな。これ買っちゃったらダメだよな。いや、まだ早いわ。まだ早い。まだ早い。8億。清宮をバリバリのなんか、選手に育て上げるっていうのが目的だとしたら、そういうことが目的だとしたら、買っといた方がいいんか。FA での獲得とか考えるよりも、清宮をすごく育てる。パワー鍛えてるけど、っていうことだよね。パワー鍛えてるけど、もっと上げる。もっと上がる。コーダーを上げた方がいい気もするがな。買おう。パワーとコーダーどっちがいいか。パ
パワーとコアどっちでいいか。悩ましいね。パワー系でいこうか。力強さ増すって言ってる。買っちゃいましたよ。大金を。8億という大金を払いましたよ。これで清宮の筋力トレーニングにも身が入るというものよ。でもなぁ、長打上げるよりも高打の気もするんよなぁ、うん。小笠原とかもちょっと長打に舵切ってもいいよね。ほとんどのやつが高打トレーニングしてる中、清宮だけが長打を鍛えている。まあおバンドもちょっとこれで長打を鍛えとくか。ここらで稲葉な、稲葉どうすっかな。でこのワンは長打を、まあ、こんな感じでいきましょう。もうちょっとピッチャーの方もあれかな。ガンちゃんも球速もうちょっと上げた方がいい気がするな。ここに来て全員球鍛えてる。いいねいいね。脳筋ストレート外人ばっかり、スト外ばっかりです、うちのチーム。オーラとかどうだ。あ、まだまだ球速が低いね。140球台のピッチャーがこう揃ってくるといい感じだなって感じがしますね。3週後半4週前半4週後半。違うな。あ、始まりますね日本シリーズ。じゃあここまでかな。よし、調整するべきだったかもしれん。じゃあ次回はね、いよいよ日本シリーズ戦になります。まあ日本シリーズ決定の一戦だけ見せれたらいいかな。4戦全部とかになるとね、7戦全部とかになるともう何回やりゃいいかわからんなるからね、そこまでやりません。見る方も大変だしね、うん、ということで次回は日本シリーズ編になります。10月の後半に上がるかな、上げようと思います。あーちょっとなんかクターやっててね、さっきまでそ勢い焼きつくも取っちゃえって取ってるけど、やっぱ露骨に体力がもう2時間ぐらいクター取るとさすがになんか体力もなくなるな。あれよくねえわじゃあ今日はこのところにします。また次のね、焼きつくなり別の動画なり見てもらって、そこでお会いしましょう。ほんなまた。